かげつは、日本の法学者、民法学者、司法書士だった人物。専門は、親族法、相続法。中央大学通信教育課程出身の、早抜き教員の一人。東京出身1948年、不動産会社の第一不動産に、事務員として勤務。1952年、中央大学法学部通信教育課程卒業。 講和不動産入社。1966年、中央大学大学院法学研究科入学。宅地建物取引士登録。1967年、同大学院法学研究科中退。講和不動産を退職し、恩師の紹介で、迎え法律事務所勤務。1968年、東京法系学院宅建講座講師。在職中に、行政書士合格。 その後、行政書士登録。1971年、安倍法律事務所勤務。1976年明治、学院大学法学部助手、同法律科学研究所研究員1978年司法書士合格。1979年司法書士登録。国際栄養士専門学校非常勤講師。明治学院大学法学部非常勤講師。 1980年、東京法系学院司法書士講座講師。1983年、国際学院埼玉短期、大学健康栄養学科教授。日本比較法研究所食託研究院。1991年、在職中に逝去、ありがとうございます。